はいどうも、ティーチャーです。今回はね、こちら。深夜12時に撮影してるんですけど、電動がね、復刻してますね。ということで、こちらですね、昨日も言ったんですけど、スワンレイク電動ガチャ。こちらがね、復刻してますね。ということで、こちらなんですけど、まあ、実際撮るか、撮らないか、おすすめなんですけど、これに関しては、撮らなくてもね、いいんじゃないかなって思いますね。まあ、復刻っていうのもありますし、まあね、衣装とかはね、結構可愛いんですけど、この辺ね。この辺可愛いんですけど、まあ一番大当たりがパラシュートなんで、まあこれだけ、まあどうしてもね、このパラシュートが欲しいんだっていう人はね、聞いてもいいと思うんですけど、まあこれだったら、もうそろそろ多分おそらく6周年が来るんで、そこで新しい電動絶対来ると思うんで、まあここでお金を使うよりは、ちょっと温存しといた方がいいんじゃないかなって思いますね。うん、僕は一応ね、この白いやつだけ持ってますね。多分ガチャ来た時に、チャージ特典分だけね、引いた気がします。一応衣装はね、今アレンジしてるんですけど、こんな感じで。で、一応ね、一応なんですけど、チャージ特典はね、来てまして、まあぶっちゃけこれだけチャージしとくのはありかなって思いますね。てか結構大ありですね、これに関しては。一応27から30の3日間ですね、チャージができるんで、おそらく6周年とかね、課金を考えてる人は、今のうちに課金をね、ここでしておいてもいいんじゃないかなって思います。うん、30連分、次回のね、EX 電動で使えるんで、スワンレイク引いてもいいんですけど、次回の電動に残しとくっていう点ではね、これ、取っといてもいいんじゃないかなって思います。まあ、おそらくなんですけど、6周年が来たら、そこでもまた別のチャージ特典、来ると思うんで、まあ、今回ね、6周年じゃなくて、電動の方、EX のね、チケットが欲しいっていう人は、ここで課金しておいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、僕はちょっとね、ここで課金しておこうかなって思いますね。次回の EX 電動に期待でございます。はい、ということでそんな感じでね、スワンレイク電動ガチャ来てるんで、まあ、これは本当に欲しい人ですね。うん。まあ、なんかとか衣装とかね、まあ、セダンはいらないと思うんで、まあ、武器とかね、どうしても欲しいやつがあるっていう人はね、まあ、ちょっとなら引いていいんじゃないかなと思います。あくまで出るまでってなると、すごいお金かかっちゃうんで、まあ、おそらくこれ、天井がどんだけかかっても4、5万ぐらいだと思うんで、まあ、どうしても欲しい人はゲットしてみてください。僕はちょっとね、あまりおすすめはね、しないです。はい、ということでね、ちょっと、この衣装せっかくあるんで、本気で SR クリップ取りに行きたいと思います。それでは通常一戦やっていきましょう。はい、ということでね、やっていきたいと思います。ということで、まあ、深夜の撮影なんで、あまり大きい声は出せないんでね、ちょっと小声でやっていこうと思います。ASMR のごとくやっていきましょう。で、今日はちょっと SR クリップ撮りたいんで、田舎の方行きたいと思います。それでは皆さんご一緒にレッツ、6周年もうすぐだよ。ということで、6周年がおそらく10月入ってからですかね。なんだかんだでもう6年ということで、10月って言うとそういうイベントですね。たくさんガチャ来るんで、まあ、そこにガチャのお金取っといた方がいいんじゃないかなってね、僕は思いますね。まあ、おそらくなんて言うんですか、復刻、周年復刻ガチャとかもおそらく来るし、まあ、新しい周年ガチャももちろん来ますし、まあ、電動も多分来ると思うんで、もういよいよね、めちゃくちゃありますんで、ガチャ。10月はね、皆様気合を入れて、お金使ってください。僕はあんまり課金しないと思うんですけど、なんか大体周年系って、なんか無料で回せること多いんで、ちょっと無料でね、当てたいと思います。僕もあんま最近課金しないんでね、ぶっちゃけ。どっちかというと無課金プレイヤーですね、私も。それは盛りすぎましたけど。はい、ということでじゃあ SR 探していきましょう。深夜なんでね、眠たいですよ。最近もうあれですよね、こういうガチャの更新とかが、普通に夜中の12時なんで、普通にそっから撮影して編集ってなるとね、寝るの遅くなるんですよね。まあなんですけど今日はクリップ、最近ね SR モチベがありますので、本気で撮りに行きたいと思います。いや皆さんはね、周年系課金する予定ありますか？まあ周年系というか、その、まあ、10月に来るガチャとかですね。まあ電動だったり、周年復刻、普通に周年、6周年。とかね、ぜひ課金するとかあったらコメント欄に書いてみてください。まあでも周年系って結構、その、かっこいいスキンとか多いからね。前回、確か5周年の時に、コンプリート特典で、ドラゴンのやつあったじゃないですか。あれ、ぶっちゃけ欲しかったんですよね。悩みに悩んで、やめました。はい。だから、コンプリートとかってね、まずきついからね。もう相当な軍資金がないと無理ですからね。まあ、今回は一体どんなのがあるかっていうね、それも楽しみですね。
いや、なんか足音きた。え？本物か？なんだこいつ。でおぶね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 。さすがにボットだよね。最近マジでね、ボットとプレイヤーの区別超つきづらいからね。長男さん、ぜひボット弱体化してください、本当に。よし、それじゃあまあこんな感じでいいかな。行きましょうか。それではクリップ取りに参りたいと思います。まあ一応まずガソスタですかね。一番最初に向かうのは。一旦ガソスタ行きましょうか。セダンがないですね。あ、でも開いてんな。怖いぞ。あ、いるね。いや、無理だな。いるね。ちょっとあいつやりたいね。どこ行った？いるね。セダン置いてるけど、あれ欲しいな、あのセダン。むしろ私が欲しい。やばい。いつの間に来た？僕の後ろに隠れていいよ。